宇宙の力ですね。宇宙の力が縁を呼ぶわけですよ。今回ですね、もう愛知の育子さんと西アークラソンの山根さんと、ね、考えてみれば、これはね、宇宙の力がないとこの二人はね、出会うことはなかったぐらいの奇跡ですよ。ね、西アークラソンで、コツコツとね、地域再生に取り組んでらっしゃる誠実な山根さん。ね、アラフィフ、私と同じような世代ですよ。本当にね、気持ちのいい方です。そして、もう萌え萌え美少女と私がね、心の中で名付けている育子さん、もうね、いつもね、サムネイルが可愛いんですよね。どうしちゃったんでしょうね。もう育子さんのこの可愛さはどっから来るんでしょうか。まさに宇宙のパワーなんですよ。この2つが結びつくのが、まあ、YouTube であったわけなんですけども、宇宙の力をね、介して今回は育子さんから、西アクラさんの山根さんに愛のパワーまでね、送られてしまったということでございます。もうここで私が言いたいのは、YouTube の発信してる方、プレゼント企画、いいでしょ、プレゼント企画。商品ってたくさん用意できないんですよ、私たち。ね。まあ、多くても10個、少なければ1個なんですよ。じゃあ、それを視聴者さんにプレゼントするときに、応募が殺到しても困るじゃないですか。だから、応募がそこそこね、来るんだけども、そんな何十人も来ないっていう、この程よい感覚でプレゼント企画ってとってもいいと思うんですよ。ヨシックさんも前回ね、プレゼント企画されてました。私も応援しちゃったんですけども、今回もね、こういう風なプレゼント企画をイクコさんがやってくださって本当に嬉しいなと思いますし、応募してくださったね、ヨシックさんとか山根さんとかね、もうこの人に応募してほしいなっていう思いが溢れてるものをやっぱりその人が応募するみたいなね、とってもこうコミュニケーションが図れていいんではないかなと思います。再生数とかチャンネル登録者数ってやっぱりね、そんなにバン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 増えるものではないと思いますけども、こういうことをすることによって今いてくれてるチャンネル登録者さんを大事にしていくってことの積み重ねが100とかね、500とか1000人っていうチャンネル登録者数のこの伸びを呼んでます。で、応募しなかった方も今度は応募しようっていうふうに思ってくださるんですよね。そしてプレゼント企画をする、当選者を発表する、これで2本の動画ができていくわけなんですよ。すごく面白いと思います。ぜひね、この動画をご覧の皆さんもプレゼント企画があったら遠慮することはないですから、どんどん参加していっていただきたいと思いますし、そのプレゼント企画にね、こんなことをやってくださいとか、こんな商品を紹介してくださいってみたいな要望を出してもいいと思うんですよ。例えばですね、防災グッズをね、出すとかね。私の方は防災グッズ結構得意になりましたんで、防災グッズ何を買ったらいいか分かんないっていうニーズが高まれば、私の方で、こう作ったね、防災グッズを段ボールでお届けするみたいなこともね、考えておりますんで、まさにね、防災グッズ、ちょっと話ずれますけど、防災グッズって災害が起きた時に買うんではなくて、何も起きてない時に用意するものじゃないですか。ってことはプレゼント企画で、今ね、地震とか津波とか災害とかっていうニュース、リアルタイムではもうないですけども、でも最近あったわけじゃないですか。で、こういうタイミングで手に入れていただきたいかなと思うんで、そうしたら防災企画グッズ企画やろうかな。やろう、やります。じゃあすぐやります。ちょっとすみません。防災グッズ企画でございます。それではですね、紹介します。今回ね、何にしようかな。今回5名の方にね、5名の方に防災グッズプレゼントします。ご応募くださいませ。まずはですね、これレトルトの豚汁ですね。豚汁、これ作り方は非常に簡単で、水を入れるかお湯を入れるかのどっちかです。この中に封を開けて、この中に水かなんかでお湯を入れればできます。まあ、もちろんこのままでも食べれるんですけどもね。これが1名様ね。防災グッズ豚汁。防災グッズでお申し込みください。で、次、山菜おこわ。これもですね、封を開けて水かお湯を入れるだけと。そうすると、7、8分から15分でできます。美味しいです。私も昨日も食べました。で、次、ハンバーグですね。ハンバーグもね、防災グッズになるんですよ。こういう風な食卓、ね、楽しいでしょ。これを普段食べておけば、味とかにも慣れることができるし、あ、なるほど、これは美味しいなと思えば、追加で発注すればいいわけですよ。で、しかも高くないですからね。これ、ね、500円も600円もするもんではないんですよ。なんかね、200円前後だと思いますよ。ちょっと忘れましたけど、正確に。まず、プレゼントするんで確かめてみてください。それで牛丼の具ですよね。これも、お米がとかあるんですよ。こういうチキンライスみたいなのもあるんですけども、こういうふうなことをね、牛丼の具とか試してみたら、普段食べればいいんですよ、これ。普段食べて美味しいなと思ったら、ストック用に何個か買っておくみたいなことすればいいんですよね。
それでこういう風な形で、だからチキンライスが今出ましたね。チキンライスもプレゼントします、6名の方にプレゼントします。だから合計でね、でチキンライスがですよ。で保存用の水、これ5年間保存可能です。通常のペットボトルの水はそんな長く持ちませんけども、これは5年間保管が可能ですんで、どっかね本棚の隅にでも置いといて飲んでください。これをたくさん用意しましょうってことなんですよ。今回はね1本しかあのプレゼントできませんけども、合計でね6人になりました。この6個の商品をこの動画をね見てる視聴者さんの方にプレゼントしますので、プレゼント応募の連絡先はセルシオアットマークドット gmail.com、 いつものメールアドレスですね、動画説明欄に書いておきます。で件名の方には防災グッズプレゼントでお願いします。でこれもまあ 2,3 日は募集しますけども、いきなり終わりますんで、この動画を見たらすぐに申し込んでみてください。ということで私もねこれはいきなりプレゼント企画になりました。どうぞご応募ください。送料も私持ちでございます。だからねメールで応募してでもらうだけと。でこのね試してみてください。で特に私これ別にアフィリエイトかけてませんので、あのこれを購入するためのリンクってのは用意してません。ただねどこで買ったのって質問にお答えしますんで、もしね食べたりとか食べなくても応募してみたり、応募してなくても興味がある方はどこで買うのかっていうお問い合わせをいただければそちらの方にも答えようと思いますんで、よろしくお願いします。確かねアマゾンだったと思うんですけどもね、まあ、こういうのをプレゼント、今回6名の方にこれ1個ずつプレゼントしますんで、ね、お楽しみに。それでは西和倉村の山根さん、愛知県の育子さん、また動画の方上げてくださいね。よろしくお願いします。